兄弟、長旅で疲れた体を癒してる暇なんてないぜ。四十八の恋愛術その八。まずは最初が大事と知れ、始まりは大胆にアプローチだったな。それが女性に対する最低限の礼儀ってもんよ。このまま終わりにするってのはこれ以上ない悪だ。兄弟、そいつは言われるまでもないな。俺は悪に染まりはしない。今こそ我らの正義を実践する時。その意気合いよし。伝説はお前自身が作り出すもの。さあ、いざラビニアの元へ。我が目に灯るは烈火の炎、我が心に吹きすさぶは灼熱の疾風、心に咲き乱れるは情熱に染まりし真紅のバラ。よっしゃ、完璧だ。行ってこい、我が弟よ。こいつは必要そうだな。こいつもあった方がいいか。それと、あれも。何を探しているのかな、美しいお嬢さん。今宵のあなたは、この夜空に輝く満天の星すら霞ませるほど美しい。またあんたか。私は忙しいんだ。用がないならどこかよそへ行ってくれ。そいつは俺にどこへも行くなと言っているようなもんだぜ。あんたには何を言っても無駄か。私は忙しいんだ。用があるならとっとと言ってくれ。君へのこの熱い思いを用という言葉で表すのはあまりに無粋ってもんだ。だから何が言いたいんだ。そうやって少し澄ましたその横顔も素敵だ。そんなことを言いたかったのか。私は疲れてるんだ。用が済んだなら私の前から消えてくれないか。せっかちなお姫様だな。まあ、レディーをじらすのは俺の本意じゃない。まずは俺と一緒に旅の疲れを癒そうぜ。人の話を聞いてないだろう。あんたと一緒にいる以上に疲れることはないんだよ。こんな夜は一人きりでいるなんて寂しい。ほんとこの大陸は寒いな。そういえば寒いのが苦手だって言ってたよな。無理するなよ。早く宿に戻りな。もしかして俺のこと心配してくれてたりするな。ふざけるな。なんであんたのこと心配しなきゃならないんだ。つきまとわれた挙句、風でもひかれてうつされたらたまらないからに決まってるだろ。ラビニアちゃんがそう言うなら、ま、そうしておきますか。なんだよその余裕ぶった態度は。あんたのそういうところが気に入らないってんだよ。とことんまで嫌われたもんだね、俺も。けどここまで嫌われれば、あとは好きになってもらうだけだしな。ヒッシッ。カッコつけてる場合じゃなかった。この寒さじゃいい男も台無しだっての。たく、いい男が聞いて呆れるよ。そのやる気だけは認めるけどさ。ほら、宿に戻るよ。いやいやいや、君を誘えるまでは。くし。話だったら宿で聞いてやるよ。宿にだって酒場はあるだろ。
よっしゃー、そうと決まれば善は急げ、末善食わぬは男の恥。勘違いするなよ、こんなところであんたに投資されたら寝覚めが悪いだけだ。なことどうだっていいっての。大切なのは二人で過ごす時間ができたってことだろ。だったらこんなところで1分1秒でも時間を無駄にするのは惜しいだろ。いざ行かん、バラ色の園へ。ほんと調子のいいやつだな。私の番ね。終わらせるぞ。たまにはいいとこ見せないとな。私にだってできるんだから。派手に決めるとしようか。滅する。私の番ね。
ここはビシッと決めときますか。俺はただ、いや、どうでもいいことか。私の番ね。終わらせるぞ。ここはビシッと決めときますか。私にだってできるんだから。滅する。命が惜しくば。終わらせるぞ。ここはビシッと決めときますか。私にだってできるんだから。サクッと終わらせるか。滅する。命が惜しく。ここはビシッと決めときますか。覚悟はいいな。派手に決めるとしようか。あ、情けはかけぬ。私の番ね。ここはビシッと決めときますか。終わらせるぞ。派手に決めるとしようか。まだよ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。俺の出番ってか。終わらせるぞ。
始めるとするか。遊びは終わりだ。覚悟せよ。逃がさん。終わらせるぞ。たまにはいいとこ見せないとな。聞かぬ。その程度か。決めるよ。手を貸しな。聞かぬ。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。踊るわよ。滅する。始めるとするか。
遊びは終わりだ。覚悟せよ。遅い。皆さん。出るぞ。ここはビシッと決めときますか。決めるよ。手を貸しな。メッスル。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。小賢しい。ぼちぼちはじ。たまにはいいとこ見せないとな。こいつはどうだ。はっ、そこ。うっ、遊びは終わりだ。覚悟せよ。サジンよ、前。踊るがよい。まかり通る。終わらせるぞ。ここはビシッと決めときますか。Thank you.
決めるよ。手を貸しな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。メッスル。マカリトール。終わらせるぞ。ここはビシッと決めときますか。やってやるよ。さて、楽しませてもらおうか。私の番ね。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。我のすべては主のために。なあ、なんでこんな遠回りするんだ。あんたたち何も聞いてないのか。闇の軍勢のことであれば町の者から聞いている。闇の軍勢。オークやゴブリンのことよ。私たちはそう呼んでるの。呼び方なんてどうでもいい。あいつらの砦がそこかしこにあるんだよ。それと新しい砦でも建てようってのか、うようよとそこら辺をうろついている。それでわざわざ森の中を抜けたというわけか。大した奴らじゃないが、いちいち相手をするのも面倒だからな。あなた、ずっと一人であの森にいたの？別にずっとってわけじゃない。でも、一人だった。それがどうしたってんだ。どうだっていいだろ。あんたらには関係ないことなんだから。関係なくはないな。あの森で出会ったのも運命。こうして一緒に旅をしている。俺と君はもう一心同体。安心してくれ。これからは俺が君の剣となり盾ともなろう。こいつおかしいんじゃないのか。否定できないのが辛いところね。よかったぜ今のセリフ。欲を言えば雰囲気を作ってから決められれば文句なしだったな。それはこれからでしょ。まずはお膳立てしとかないとな。だな。徐々に盛り上げていって、最後にこうガバッとだな。訂正しとく。こいつら相当おかしいだろ。なんでこんな風になっちゃったのかしら。命が惜しくば、のくがよい。
終わらせるぞ。たまにはいいとこ見せないとな。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。まかり通る。たまにはいいとこ見せないとな。父様、母様、私はただ一緒に。終わらせるぞ。私にだってできるんだから。わしのためにしっかり働いてもらうとするかの。ぼちぼち始め。覚悟はいいな。ここはビシッと決めときますか。決めるよ、手を貸しな。闇を感じてみるか。この程度では足りぬ。あんたたち、ちょっと待ちな。どうしたの？そのまま町の中に入ろうってのか？そのつもりだが。本当に何も知らないんだな。たく、耳。耳？そいつを隠しな。なぜそんな面倒なことをする？何も知らないんだろ。だったら黙って私の言うこと聞いてればいいんだよ。って言っても納得しないだろうから説明しとくけど、ここの奴らはな、エルフが嫌いなんだよ。この大陸にも種族間の確執があるというのか？違う違う。ルスソレイユはエルフの里は結界に守られている。あそこの暮らしは、それはもう快適なんてもんじゃない。こことは大違いさ。なるほど、それで嫉妬しておるというわけじゃな。そんな生優しいものじゃないね。ここでの暮らしがどれだけ厳しいか知らないだろう。自分たちだけ快適な暮らしをしてってさ。
もう怨念に近い感情さ。それであいつらエルフの里を自分たちのものにしようとしているのさ。確かにそいつは穏やかじゃないな。あいつらにはエルフかそうじゃないかなんて見分けがつかない。耳が長けりゃみんなエルフに見えるのさ。そういった事情があるならばそちの言葉に従おう。ゼルバ、それとバシタールはよいか。アルボルとボーグナインはどうするんだ？あまり注意を引きたくはないが、ここの奴らは警戒心が強いからな。連れて行った方がかえっていいかもしれないな。つまり魔除けの役目をすればいいということですね。我が輩、親睦になった気分を出せればいい気分になれます。なんで嬉しそうなんだ？ところどころ間違った表現があるが、本人が喜んでるならまあいいか。それじゃ、用心棒さん、よろしく頼むぜ。